い、皆さんこんにちは、清水俊一です。いつも YouTube 見ていただいてありがとうございます。今日はですね、バナナのシフォンケーキを作っていこうと思います。何種類もシフォンケーキやってますけども、以前に、YouTube のコメントでバナナのシフォンケーキお願いしますっていうふうにいただきましたので、早速リクエストにお答えして作っていこうと思います。清水俊一マネジメントチャンネルもよろしくお願いします。はい、ではまず粉をふるっていきます。薄力粉です。それから強力粉。今日のシフォンケーキは強力粉を使っていきます。バナナを入れると比重が重くなって、沈みがちになってしまいますので、強力粉で少しボディ感を出していこうと思います。それから BP ですね、ベーキングパウダーふるっていきます。YouTube 始めたばっかりの時にもう最初の方に挙げた、シフォンケーキマル秘テクニックみたいな一番伸びてる動画なんですけど、僕の YouTube の中でそのシフォンケーキの時にも、お話ししたんですけど、強力粉を使うシフォンケーキってあんまりないんですよね。珍しいと思います。でコメントで質問もたくさんいただいて、なんで強力粉を使うのかみたいな、強力粉使うと硬くなるっていうイメージが多分皆さんあると思うんですよね。まあ、当然パンとかに使う粉なので、入れすぎるとそうなる可能性ありますけれども、ふわふわすぎて比重が軽いですよね、シフォンケーキっていうのは。でもふわふわすぎて、沈んでしまうというか、浮かずに軽くてペシャンとなるっていうことって結構あるんですよ。でそれを防ぐために強力粉をシフォンケーキにも使ってます。で今回のバナナも、逆に今度はバナナが入って比重が重くなるんですけれども、それによって潰されることを防ぐために今日も強力粉を使ってます。皆さんあまり強力粉を使ってシフォンケーキでね、焼かれたことないかもしれませんけれども、これねぜひおすすめですので試してみてください。はい、ではですね、まずバナナをほぐしながら泡立てていきたいと思います。バナナを泡立てるってどういうことだって皆さん思うかもしれませんけど、バナナってね結構粘度があるので、ハンドミキサーとかで泡立てていくと結構ね泡立つんですよ。まあ、細かくしてジューサーとかでもいいんですけども、バナナをペーストよりもさらに何て言うんでしょうね、柔らかく、もう卵を立てるような感じでホイップしていってみてください。これも結構面白いやり方です。このバナナの粘度、これも浮き上がりに多少なりとも影響してきますので、もうねこれしっかりハンドミキサー使って泡立てていきます。はい、こんな感じでバナナをホイップしました。不思議ですよね。結構泡立ってきます。でジューサーで、バナナをこう回した場合っていうのは、なんて言うんだろう、ピューレ状になってしまうんですけども、ハンドミキサーでやった場合には泡立ちをして、なおかつ果肉が残ります。でその方が食べた時にね、食感として残って、バナナの感じが、より強く感じられると思いますので、ハンドミキサーぜひ使ってみてください。はい、では続いて卵黄です。卵黄はまずハンドミキサーでほぐします。はい、しっかりほぐれたところでお砂糖を加えますけれども、今日使う砂糖はグラニュー糖ではなくて、こちらブラウンシュガーです。ブラウンシュガーを使った方がバナナの味がより引き立ちますので、今日のバナナシフォン で使う砂糖はすべてブラウンシュガー使用していきたいと思います。いつもシフォンケーキ作るときには、卵黄をグラニュー糖で泡立てて白っぽくなるまでというふうに言いますけども、今日はブラウンシュガー入ってますので、
白っぽくなるまでっていう表現が合ってるかどうか分かりませんけれども、あの色が薄くなるまでしっかりと卵黄は立ててください。今回ブラウンシュガー使ってますけれども、黒糖パウダーとか少しね、あの材料代は高くなってしまうかもしれませんけども黒糖パウダーとかを使ってもすごく美味しくできます。やっぱバナナには精製された白い砂糖よりもこういったブラウンシュガーとか黒糖とかそういうあの砂糖の方が非常にマッチしますね。はい、卵黄がだいぶ、白っぽいっていうのがちょっと合ってるか分かりませんけども、色が薄くなるぐらいまで、そして少しもったりとしてきました。このぐらいまでしっかりと卵黄を立てます。そしたらここに先ほどホイップしたバナナ、それを加えて、でここでね、卵と一緒にバナナをここでさらに泡立てます。バナナの粘りがしっかりと分かるぐらいホイップしてください。はい、こんな感じですね。はい、では続いてメレンゲいきます。まず最初に卵白をほぐします。高速で混ぜるとワイヤーに絡んできますけども、ワイヤーに絡んだ卵白がさーっと広がってきます。はい、今ですね、こうなるとほぐれたという証拠ですね。で、今日のメレンゲもブラウンシュガー使っていきます。砂糖を一つまみ入れて限界まで、分離してくるまでしっかりと泡立てます。卵白がもこもこと泡立ってきて、ボウルの縁が少し分離っぽくなってきました。ここまでしっかりと砂糖一つまみだけでメレンゲを立てていきます。そしたらダイヤルの速度を一つ落として残りの砂糖を加えていきます。ダイヤルの速度を一つ落として少し弱めの力で泡立てることで、より目の整った綺麗な質のいい卵白を作ることができます。いつもメレンゲ作るときには同じ説明するんですけれども、詳しい説明は以前に挙げたメレンゲの作り方、メレンゲの立て方という動画がありますので、ぜひそちらを参考にしてください。僕のメレンゲの立て方って多分他の人とは全然違うやり方です。皆さん最初見られた時に驚かれるんですけども、でもこの作り方をマスターすれば失敗が本当に少なくなっていくんですね。今日特に今日みたいなシフォンケーキなんていうのはこのメレンゲの立て方によって出来上がりがほぼほぼ決まってきますので、ぜひね、メレンゲの立て方とか焼き菓子の作り方で悩まれている方は参考にしてもらえればきっとお役に立てると思います。はい、白いグラニュー糖ではないので少しいつもとメレンゲの色は違いますけれども、同じようにピンと角の立つきめの細かいいいメレンゲが完成しました。はい、ではメレンゲを、卵黄とバナナ泡立た方に混ぜていきます。ゴムベラを縦に使う、いつも申し上げますけども縦に使って手首を返しながら混ぜていきます。
初めてね、この動画を見られる方にもう一度説明しておきますけども、ゴムベラ縦に使うというのはこういうことです。持ち方の話です。横に使ってしまうとこう混ぜていくと生地が潰れてしまいますね。この生地にこうつく面積が広くなりますので、ではなくてこのように縦に使ってボールの真ん中を通して手首を返す、こういう動きをしながら混ぜていくと生地へのダメージが、かなり少なくなります。はい、残りのメレンゲを加えていきます。メレンゲ3回に分けて混ぜてます。はい、メレンゲが合わさったら粉です。薄力粉、強力粉、ベーキングパウダー一緒にふるったものです。混ぜ方はさっきと同じです。ゴムベラを縦に持ってボールの真ん中を通して手首を返しながら混ぜていきます。ちょっとね、人とは違うメレンゲの立て方をしてますので、きっと失敗することはないと思います。なので自信を持ってもう思い切って混ぜてください。はい、それから牛乳です。牛乳、油入れてきますけども、牛乳と油を混ぜるときには粉合わせのときよりも、気持ち優しい力で、より丁寧に混ぜてください。この水分と油を入れて混ぜるときが一番生地がしにやすい時ですので、丁寧に優しく、でも、手早くですね、リズミカルに混ぜていきます。これもよく質問もらうんですけども、通常シフォンケーキって卵黄を立てた後に牛乳、水分とか、大白のごま油とか油ですねを加えるっていう作り方がほとんどだと思うんですけども、僕は一番最後に混ぜます。でその方が生地の状態がいいと僕は思うので、シフォンケーキ最後に加えています。ではバナナシフォンケーキの生地、出来上がりましたので型に流していきたいと思います。型に流す時にもなるべく低い位置から、重力のダメージで生地が潰れないように気を使って流していきます。これは何でも同じですね。スポンジケーキ焼く時もそうだし、ロールケーキ焼く時もそうだし、なるべく低い位置から生地を流し込みます。はい、生地入りましたので170度のオーブンで焼いていきます。170度で27分で焼き上がりました。ひっくり返して冷まします。はい、ではバナナシフォンケーキ、熱が取れましたので型抜きしていきたいと思います。ペティナイフを使って刃を外壁の内側に沿わせて
一周させていきます。はい、では次そこです。ナイフの刃をそこに沿わせて一周回します。はい、で、最後真ん中ですね。煙突の周りを。はい、今日はバナナのシフォンケーキを作ってきました。バナナをホイップしたりとか、ちょっとね変わった方法で面白かったんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんもお家で作ってみてください。はい、今日も最後まで、見ていただいてありがとうございました。面白かった、勉強になったという方、ぜひチャンネル登録、それからいいねボタンよろしくお願いします。もっともっとお菓子作りを本格的に学びたいという方のために、概要欄にホームペストリーというものがあります。そちらは有料の会員さん向けの生配信のお菓子教室です。